皆さんこんにちは菅製作所工藤です今回は菅製作所製の SSP1000 キュービックスパッタ装置を用いて真空計の仕組みについて解説しますスパッタリング製膜において真空度は非常に重要なパラメータですどのようなメカニズムでその真空度が表示されているのかを理解しておかないと誤った真空度の解釈で再現性の悪い静膜を行ってしまう可能性があります 一緒にスパッタリングプロセスにおける真空度計測の原理について勉強していきましょう SSP1000 キュービックスパッタ装置ではピラニ真空計と BA 型の熱陰極電離真空計を搭載しておりますピラニ真空計では低真空から中真空10の4乗パスカルから10のマイナス1乗パスカルの測定に適しており熱陰極電離真空計では高真空 10の1乗パスカルから10の -5 乗パスカルの測定を担当しております。それぞれの測定原理を理解し、スパッタ装置においてどのように役に立っているのかを見ていきましょう。まずはピラニ真空系の仕組みについて見ていきたいと思います。ピラニ真空系はこのような構成になっています。ピラニ真空系は、 気体分子による熱伝導の変化を利用して圧力を測定していきますピラニー真空系内部にはこちらのようにプラチナなどの細い金属洗剤フィラメントがありましてここに電流を流しますここに電流を流すとフィラメント自体が加熱されまして例えばなんですけども200度などの一定の温度に発熱させますフィラメント周辺の気体分子が大気圧などで多いと フィラメントの熱が奪われて温度が下がっていくので供給電力を増やしてまた200度に戻します。逆に真空度がどん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 良くなって圧力が低くなると熱を奪う気体分子が少なくなってフィラメント温度が上昇します。で上昇するのでまた逆に供給電力を減らして200度に戻すというコントロールをここで行います。この供給電力の多い、少ないを 圧力に換算してピラニー真空計は真空度を求めています。では実際にピラニー真空計を使って測定している様子を実機で見ていきましょう。現在、装置の内部は大気圧約10の5乗パスカルの状態です。このようにハッチが開くので、えー、大気圧であることがわかります。真空度はこちらの真空度表示器に表示されます。 測定限界以上の圧力は FF パスカルと表示されます。それでは真空ポンプを作動させて徐々に圧力を下げていきます。SSP1000 キュービックスパッタ装置ではロータリーポンプとターボ分子ポンプ2つのポンプで真空引きを行います。このポンピングボタンを押すと両方同時に軌道がかかりまして真空引きを行っていきます。真空度が表示されるまでもう少々お待ちください。 今、圧力が10の4乗パスカル以下になりましたので、表示が現れました。先ほども説明しましたが、圧力が高いと気体分子が多く、フィラメントの熱が奪われるため、温度が低下します。圧力が下がるにつれて、熱が逃げにくくなって、フィラメントの温度が上昇していきます。その温度の上昇、加工を真空度に換算して表示をしているという仕組みになっています。こちらで、今、0乗パスカル台になりました。 0パスカル台になりますと、ピラニー真空系と熱陰極電離真空系、どちらでも測定可能な領域なので、この辺で真空系の表示が自動的に熱陰極真空系へ切り替えを行います。10のマイナス1乗パスカル台以下になりましたので、真空系の表示が電離真空系に切り替わっています。また逆にですね、待機ベントなどで数パスカル以上になると、自動的にピラニー真空系に切り替えを行うと。 いう仕組みで表示されていますでは続いて熱・陰極電離真空計の仕組みを見ていきたいと思います SSP1000 キュービックスパッタ装置では電離真空計の中でも BA 型熱陰極電離真空計を用いていますこちらの BA 型というのは開発者の2人ベアードさんとアルパートさんの頭文字を取って BA 型と呼んでおります この BA 型熱陰極電離真空計をベースにこれから解説していきたいと思います。BA 型熱陰極電離真空計はこちらの図のようにフィラメントとイオンコレクターがありましてそのイオンコレクターを取り囲むように格子状のグリッドで構成されています。高真空の状態でフィラメントに電流を流して赤熱をさせます。真空中で金属が赤熱するまで加熱されると 熱電子が放出されます。放出された熱電子が気体分子と衝突すると、電離が起こってイオンが生成されます。スパッタリングのメカニズムという別の動画でも出てきた電離現象です。気体分子に1個の電子が衝突して、2個の電子が飛び出します。気体分子の電子が1個足りない状態、プラスの陽イオンが誕生することを電離と呼びます。この生成された陽イオンを イオンコレクターで収集してそれを電流 I として測ってあげることでその中の気体の個数を電流値換算で真空度として表示してあげるという仕組みで測定を行っておりますそうこう説明をしているうちにチャンバーの真空引きが進みましたそれではチャンバーのところに戻ってまた真空度を見ていきたいと思いますはいチャンバーの方に戻ってきました 電離真空計で測定した圧力がこちらのように 4.0×10 のマイナス3乗パスカルまで真空引きが進みましたさらに時間をかけて真空引きを進めていくと SSP1000 キュービックスパッタ装置では10のマイナス5乗パスカル台まで到達していきます熱隠極電離真空計は高真空まで測定が可能ですが圧力が高すぎるとピラメットが大気中の酸素などによって劣化し 最悪の場合断線してしてままう可能性があります一般的にはピラニー真空計で1 0のマイナス1乗パスカル台になってからフィラメントをともすまた1 0のマイナス1乗パスカル以上にする時はフィラメントを消してから圧力を上げるなどの操作が必要です。しかしこちらの SSP1000 キュービックスパッタ装置の真空計は熱陰極電離真空計のフィラメントを自動でオンオフしてくれるのでユーザーの操作が全く不要になっております。 こちらのようにアルゴンを流してあげて10パスカルから数パスカルの圧力を上げるときやトリガーバルを閉めてあげてまた高真空に戻してあげるというときも真空系の操作というのが全く不要な仕様になっております。はい、最後にまとめになります。 ピラニー真空系と熱陰極電離真空系の特徴の比較表をまとめたものがこちらになります。ピラニー真空系の測定範囲は10の4乗パスカルから10のマイナス1乗パスカル。熱陰極電離真空系は10の1乗パスカルから10のマイナス5乗パスカル。これ本当はですね、あの、BA 型の熱陰極電離真空系は10のマイナス8乗パスカルまで測定は可能なんですけども、 こちらのあのキュービックスパッタ装置では、ポンプの性能上10のマイナス5乗パスカルまでしかいかないので、こちらの説明としては10のマイナス5乗パスカルにしてあります。で、えっ、ー、と、測定原理はピラニシン空計は気体分子の熱伝導で測定し,、ま、していますよ。熱陰極電離真空計はイオン電流で測定していますよ。で、特徴としてはピラニシン空計は低から中心空向けです。熱陰極電離真空計は高真空向けですよ。 長所としてはピラニシン空気はシンプルな構図でなかなか壊れません私が知る限りピラニシン空気のピラメントが切れたってことは知らないです経験がないです熱因極電離真空系は好感度反応性がいいとてもいいのですぐ圧力が変化したらすぐ測定が可能ですで短所としてはピラニシン空気は高真空は測れませんよと,で、えー、と先ほどの説明には出てこなかったんですけどもガス中依存性がありますよと こちらあの、まあ、大気中は窒素があの70%あるんですけどもまた、えっと、別のガスあのアルゴンだとか炭素だとかヘリウムで、えっと、スパッタリングしたりとかするときもあるんですけどもそれぞれのガス種によって、えっと、熱を奪う能力っていうのが変わってくるんですねその絶対値がそのガス種によって違ってきます。 なので、そのガス種によって測定値のばらつきっていうのが出てくるんで、そこら辺は真空系の取扱説明書にも詳しく載ってますんで、詳しくあの知りたければそこら辺を、えー、とウォッチしてみてください。また、電離真空系の端緒としては、高圧で使用してしまうと劣化がしやすいよってことなんですけども、キュービックスパッド装置では自動で切り替えてくれるんで、ここら辺はあ,のあんまり契約する必要はないですよ。一般的には劣化しやすいので気をつけてくださいねという話です。 で、えっ、ー、と、こちらもですね、ガス種依存性がありますよと。電離のしやすさっていうのもガスの種類によって変わってきますので、そのガスの種類によって表示値が、ちょっとしたばらつきが出てきますので、厳密なことを言いたければ、そこら辺のどのガスがどれぐらい、えー、とばらつきがあるかとかっていうのが、真空系の取扱説明にも書いてありますので、そこら辺を見てください。というようなあのまとめになります。 今回はスパッタ装置における真空系の仕組みについて解説しました。菅製作所の YouTube チャンネルでは実験現場に役立つ動画をこれからもどんどん配信していきます。チャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。